こうなっております。ちょっとあれを出してもらえますかね今日、はい、あ憲法13条こちら。あそうですね、はい、我々は日本国に住んでおりましてね、はい、我々は中国共産党配下ではないんです。はい、もちろんです。わかります。はい、もちろんです。あ本当、最近僕日本に住んでると共産党配下だと思うんです、不破さんがなんか首相になったんじゃないかと思う日本共産党特にNHK とか朝日新聞見てるとね、はあ、これに従えとかね、それからはい、これちょっと向こうに行かない？いやほとんど意味のないあれだもんね、これ憲法第13条、もちろん他の憲法も日本国憲法はそうなってるんですね、はい、日本国憲法はアメリカ軍が作ったから早く自前の憲法作ろうっていうのはいいけど、その前に憲法が大切だと思う人は、まず今の憲法ぐらい守ってほしいと。現行憲法ですね、はい、全て国民は個人として尊重される、生命自由及び幸福追求に関する国民の権利については公共の福祉に反映しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると、ええ、もちろんこうなってます、うん、ちょっと事実もこれ憲法のまず規定はね、はい、きちっと問題なんですね、ええ、ですからまず我々日本人は日本に住んでる良さっていうのは、うん、生命のとか自由とか幸福をどういうふうに追求するか、幸福をどういうふうに追求するかって人によって全然違うからね。そうですね、あなたみたいに毎日酒飲んでそのうち肝臓になって死ぬっていうのも自由なんですよ、これ自由幸福追求の自由。酒飲んで暴れてね。あそうそう、暴れはしません。それは全ての状態を選べる、ね、それは国民の権利があるんだけど公共の福祉に反しない限りというこの一文がある、ね、反してます。これを反してる反してるよほら。どうやって飲んだくれるっていうのはあまりか、まあいいや違う、今一平さんの個人批判をしようつんじゃないからね。そうそうそう、次お願いします。それで問題なのは、はあ、そういう憲法の条文をまず見るわけですよ。でだから今度はね、その労働局の人が言ってるのもそうなんだけど、はい、要するに、公共の福祉に反するかどうかっていうことを議論しなきゃいけない、うん、ね、そこがポイントなんですよ、はい、もしも公共の福祉にワクチンが関係なければ、完全に本人の自由にしなきゃいけないから、うん、心を聞いてる人が分かってほしいんですけど、強制しちゃいけないんですよ、ね、こういう何月何日にワクチンが打つチャンスがありますよっていう自由を発揮できる、権利を発揮できるチャンスを作んなきゃいけないんですね、うん、はい、それをちょっと検討してみますが、はい、まずワクチンを打たないときに新型コロナに感染する可能性っていうのは国民の 0.16% なんですね、うん、これは1年間の実績ですから、これ武田の意見じゃありませんよ、はい、感染する可能性は 0.16% なんです、うん、ですから、まあ、1000人に1人か2人ということで、うん、まず第一にワクチンの副作用が 0.1 から 2% よりか上回っちゃいけないんですよ、はい、ね、で問題なのは今みんなさんが迷ってるのは、はい、ワクチンの副作用ってそれより高いのか低いのか分かんないわけ。あ先生ちょっと一つ確認でいいですか、はいはい、これは、そのリスクが 0.16 だから、はい、要するにそれ以上に、問題が起こると意味がないっていうことになるんですか。まあ、ワクチンですからね、ワクチンみたいな予防の薬っていうのは健康な人にもやりますからね、だから病気が少ない時は普通はワクチンは使わないんですよ、はい、普通は例えばインフルエンザですと国民の 10% から 20% だからワクチンを使うんであって、ワクチンが 0.1% で使ったっていう例はありませんのでね、ですからまあそういうこれをまず一つは問題にして、もう一つはワクチンの副作用ですね。これはまあ僕はちょっと意義がありますが、こういうとこ意義があっても仕方ないので厚労省のそのままの文章ですね、主な副作用副反応は注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉痛、疲労、悪寒、発熱などがあります。また稀に起こる重大な副反応としてはショックやアナフラキシーがあります。ただなお本ワクチンは新しい種類のワクチンであるため、これまで明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は医者もしくはかかりつけの医者に相談しましょうと、うん、これはなかなかきちっと書いてあります、うん、厚生省としては全ての状態ね、すぐ起こるものは頭痛とか疲労感ね、まあこの前昨日か一昨日か小木ママがなんか自分の副作用言ってましたけど、うん、まあ、こういうものが起こる、まれにはショックとかアナフラキシーが起こる、まあこれは死ぬ場合もある、うん、それからもう一つここのところにちゃんと厚生労働省書いてあるんですね、新しい種類のワクチンなんですよ、うん、今までずっと認めてこなかったメッセンジャー RNA のワクチンっていうのは新しい種類のワクチンなんで、うん、
これまで明らかになっていない症状が出る可能性があるんですね。でこれについてはせっかく厚労省がこう書いてるのに、例えばあの僕が言った不妊なんかそうですね、不妊が起こる可能性がありますと僕が言った、そしたらそれがデマだと、昨日か一昨日の週刊誌に出てました。だけどそのデマという根拠はどこにあるのかと思ったら、そのある産婦人科学会とかそういうところがですね、妊婦に対する影響を言ってるんです、それから不妊のことは誰も言ってません。その産婦人科の学会のステートメントも、不妊は分かりませんと書いてある。それはこれと一緒です。これまで明らかになっていない症状が出る可能性があります、これはなぜかというと分からないんです。ですからね、この今度のワクチンというのは、まず第一に副作用が 0.16% を超えるかどうか、超えたら基本的には打たない方がいいんですね。というのはじゃあ論理的に、本人は別に自分の好きで打ったっていいんだけど、数字としては 0.16 が一応の区切りで、まあ僕は世界中の、まあ、日本まだ少ないんで、800万人から600万人ぐらいですからね、世界中の半分ぐらい打った国をずっと調べると、分からない、はっきり言って分からない、分かりません。多いっていうデータもあるし少ないっていうデータもある、まあ、もう僕はもう完全中立ですからね、科学的ですから、立場ありませんから。で、将来のことはもう分からないって言ってんですよ、別に厚生労働省が分かるって言ってんじゃないんですよ、分からないって言ってんですよ、だから分からないことは強制する方は強制できません、分からないんだから。分からないことを強制したらその人は分かるのか。だからこの人もお医者さんなんかも、周りが俺を非難するからつって院長とかなんか社長とかが言ったら絶対いけないんですよ、ね、それはもう憲法上いけません。万が一ワクチンの接種によって健康障害が生じた場合には国でがですね、予防接種健康救済制度ってのがあるんですよ。被害救済制度、はい、この被害救済制度っていうのは、健康にしてくれるっていうんじゃないんです、不妊になった人が妊娠できるようになるっていうのはなくて、金で妊娠できなくなった分が分かったら、分かんないんですよ、今誰も分かんないんですよ、人類で一人も分かんないんだけど、なったらそれは金で保証しますという準備はしてますと、その通りなんです。だからまあ金の方が重要だって人はもちろんいるもんね。そうでしょ、そうでしょって私におっしゃらない。あなたの場合健康と金とどっちがいい？金です。金ですか、はい、だからそれも何か言わせてください。いやそれもね、憲法ではどっちでもいいですよ、それは国民の権利ですよって言ってるわけですね、はいはい、ですから、まあ皆さんが職場でね議論するときもあんまり感情的にならないために、ちゃんと憲法に基づいて議論しましょうやと、はい、そして言った方が、ね、心理的なね、このごたごたがないと思って、はい、それでですね、この問題をもうちょっと踏み込ませていただくとね、専門的見地から踏み込ませていただくと、これはインフルエンザワクチンの時に随分議論されたことなんです。それワクチンの目的、打つ目的ですよ、個人がかからないようにワクチンを打つのか、それとも社会免疫を高めるために全員が義務があるか、この論争があるんですね。それで社会免疫を抑えるためにワクチンを打つ、つまりワクチンをみんなが打てばみんながワクチン、抗体を持ってるので社会的に防げられるので、体の弱い人もその助かるという見方はですね、これはねちょっとこう言ったらいけないかもしれないけど、僕中立ですよ、今は否定されてると思います。特に日本の場合は、日本人がコロナウイルスにこれほどかからないっていう理由が必ずあるんです、いろんな説があります。もともと免疫があるとか、抗体を持ってるとか、類似抗体を持ってるとか、ネアンデルタアル人の交配の比率が高いとか、山ほどあります。遺伝子的なこととかね、BCG まで延々とありますね、それからよく主婦が綺麗にするからとか、靴脱いで上がるから文化的な条件、それ言ったら山ほどあるんで、それを理由はちょっとこっち置いといてもらって、実際ヨーロッパアメリカよりか30分の1とか50分の1になってるという事情があるので、こういう状態の時はすでに社会的な免疫がある状態なんですよ。あるかどうかは別にして、実際にはあるかどうかわからないですよ、ネアンデルタール人とか根血の程度かもしれないけど、状態としては、その社会免疫がある状態なんです。
ですからこの社会免疫がある状態の時に社会免疫、公共の福祉は成り立たないってことなんです。それは本当はきちっとね、厚生労働省なり関係の機関が、それこそあのなんとかほらあるじゃないですか、内閣になんか専門家会、そういうところがですね、現在の日本はこうあの社会免疫がある状態なのかない状態なのかという議論をして、はい、一応専門家会議としての結論を出して、したがってワクチンを国民に、将来が分かんないワクチンだから、これ、もうあのインフルエンザワクチンみたいに歴史が長いやつは、こんな問題は生じないんですよ、だから公共の福祉とかそういう問題が生じないで、打ちたい人は打ちなさいってなってるわけだ。だけど今度のコロナウイルスが、コロナワクチンが打ちたくない人でも打たせようとするのは、公共 の、 その社会免疫のためなんですよ、それが憲法十何条 の、 その公共の福祉というところにかかってるから問題になってるわけだから、それをよく理解しなきゃいけないってことと、まあ僕は普通に考えたら社会免疫あるから、田舎の人もね、地方の人ビリビリしてるけど、で読者からのご質問の中に、あの地方の自分のお母さんが、我々生き残った人たちはワクチンを打つ義務があるんじゃないかっていうね、それはあの完全なあのマスコミので、頭が狂っちゃった、だって生き残ったって死んだ人は1000人か2000人でね、いやそのこれはちょっとその死に方があって、あの先週先々週説明した1071人プラスアルファぐらいなんだね、でね、今は70歳以上が死ぬって言われてるのはこれは間違いで、後でちょっと説明しますが、年間に100万人死ぬんですよね、日本人の70歳以上っていうのは。だからその中で1000人ぐらい亡くなってるはずなんだけど、まあね、100万人のうち1000人って言ったらね、まあ1000分の1ですからね、ですからね、コロナをワクチンを打つことが社会的に公共の福祉に沿うことかっていうのはね、僕は違うと思います。そこまで言えるほど死人も多くない、だけども地方のおばあちゃんが、我々生き残った人間が、はワクチン打つ必要があるんじゃないかっていう認識を持ってるってことは、これは NHK の責任です、はっきりと、はっきりとした NHK の責任ですね、ですからこれは NHK の方ですごく反省してもらって、で僕は NHK を言うと、なんで民法言わないんだって言って、ひどい人は武田は民法に出てるからとかって言うけど、まあ僕も NHK に出てることあるんですけど、そうじゃなくて受信料を取る、他の放送局が受信料を取らないで、NHK が取るってことは、NHK はどこにも変しない、ちゃんとした放送をやってもらうために、我々はあの他の放送局はね、これワクチン打たないようにするっていうのを放送するの大変なんですよ、役員会社のコマーシャル全部なくなっちゃうから、だからもうものすごい大変で、もう自分の会社潰れてもいいよと思わないとワクチンの放送できないわけだから、まあ、かわいそうなんだ、だからあの民法がかわいそうだから、僕らは受信料を NHK に払ってるわけだよ、だから僕は NHK に払ってるんだ、払って NHK に文句言ってるんだ、もっとあなたたちは儲けなんか考えずに国民の方を向いてください、こういう時はもう薬品会社との戦いだから、内容は本当はしょうがないけどね、だけどもそれが世の中っていうもんだから、はい、という先生のお話なんですが、須田さんいかがでしょうか。先生がせっかくね、その憲法の条文から見たと、憲法との、関係性をね、お話しいただいたので、私もそれについてちょっと関連した話をさせていただきたいと思うんだけれども、どうなんでしょうね、今回のね、この新型コロナウイルス対策っていうのは、その憲法を、考えてみた時にね、かなりね、その憲法に抵触しているというか、やってることが、対策が、方向性がですね、抵触していることが多々見受けられるんじゃないかなと、だから一つはそのこのコロナウイルスに対するワクチンを、接種もそうだし、でもう一つはね、例えばその飲食店に対する営業時間の短縮要請、ここまではギリギリセーフだとしてもね、そのね、法律ではなくて、しかも政省令ではなく告示という形の中で、酒類の提供の禁止っていうのが盛り込まれてますよね、でこれを考えていくとね、憲法22条、こういうのもですね、
公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由っていうのは認められてるんですよ、はい、で職業の選択の自由って何を意味するかって、ただ職業選択する自由だけではなくてね、その選択した職業が禁止されないように、はい、つまり、選択の自由だけじゃなくて、要するに民間の、ね、企業の営業の自由なんですよ、こう、選択したけども営業できないとなったら、選択する意味がないから、これは、憲法解釈の中ではもうごくごく当たり前の話であって、民間の自由な経済活動に対して、抑圧しちゃいけませんよ、抑制しちゃいけませんよという、のが憲法22条なんですね、これは資本主義社会、自由主義社会だったら当然の話だと思うんですよ、でところがね、そうするとじゃあ、何ですか、その酒類の提供の禁止なんてことを言い出すと、バーだとかキャバレーだとかクラブってお酒出さなかったら営業できないじゃないですか、成り立たないですもんね、お酒を出すことを営業することがワンセットになってるとどうすんのと、なったら営業するなって言ってることと一緒なんですよ、そうですね、つまりこの告示っていうのは憲法違反なんですよね、で誰もそのことを言い出せないじゃないですか、要するに今緊急事態だから、少々の、憲法を違反してもみたいなね、このワクチン接種についてもそう、この営業禁止についてもそう、で一番その辺を言わなきゃならないのは、僕はね立憲民主党だと思うんだよね、立憲主義っていうふうに、そうだ実はね、そう、本来だったらここは絶対立憲民主党はきちんと言うべき、だってその共同税じゃない、そこって、なんで言わないのと、はい、あのね、そうですね、まあ菅田さんがちゃんと言ってくれてるんだから僕は言うこともないけど、自由にね選べるものと自由に選べないものっていうのは厳密に比較せんといかんんですよ、それでその飲み屋っていうのがね、我々がねどうしても行かせられない、飲み屋のお姉ちゃんがここ引っ張ってこうね、だったらばそのある程度決められるんですよ、だけども今は飲み屋でこう引っ張っていって強引に入れられて、お前酒飲めなんて絶対ないからね、それでタクシーの運転手が乗車拒否ができないのは、あれ乗車拒否は違反になるんですよ、なぜかったらタクシーしか鉄道のないとこ行けないでしょ、だからタクシー乗らざるを得ないんですよ、そういうのはあのそういう乗車拒否のあれとかちゃんと厳密に全部そうなってるんです、例えばお医者さんは、そういうお医者さんがたまにいて処罰されるけど、お前は黒人だから見ないとか、お前は女だから見ないとか、これできないんですよ、そういった差別はね、それはどうしかったら病気になったらお医者さんとか行かされないんで、そういうような職業っていうのは僕らもそうですけど、ああいうあの学生は俺顔が嫌いだからもう講義はダメなんて言えないんですよ、全部どんな学生でもきちっとね、当然そうだね、だからそういったものをもっとはっきりとね、このワクチンの、あの今度の特にお酒のやつなんかね、まず第一に店を選ぶ権利が自由で、入ってから酒を頼むかどうか自由なのに、全員をやろうっていうのはね、まあ共産主義の考え方か、どっかの都知事みたいに人をいじめるのが趣味か、どっかの都知事、都知事は一人しかいない、あ、そうそう、どっかの知事じゃなきゃいけないそうですね津田さん大変鋭いご指摘で失敗失敗そうですね、確実に一人しか存在しませんのでね、あのまだ大阪とはとんなってないよね、もう写真出さなくてもいいわざわざそう、え、この人だったのびっくりわざ、あ、そうか、まあいいや、はい、コロナ行こうか、あ、参りましょうか、はい、続いてこちらですね、このニュースに触れたいと思いますが、はい、コロナ死者去年300万人か、公式数字大幅増とありますが、続けて深入りまいりましょう、CNN の記事を一部割愛してお伝えします。世界保健機関 WHO は21日、新型コロナウイルスが原因による死者数は去年間接的な要因も含め世界規模で少なくとも300万人に達するとの暫定的な数字を発表しました。 WHO が報告していた公式数字の180万人より120万人多い計算となります。21日に公表した2021年版の世界保健統計で述べたということです。この報告書によりますと、新型コロナが死因とみられる人数を示す超過死亡は南北両アメリカ大陸で134万人から146万人、ヨーロッパ地域で111万人から121万人と推定、公式数字と比べ南北アメリカ大陸では 60% 以上の増加、ヨーロッパ大陸では倍増の水準となりました。
他の大陸や地域でも同じく相当な数字上の差異があると指摘。アフリカ大陸、地中海東部地域、東南アジアや西太平洋地域を構成する106カ国のうち、2020年に発生した超過死亡の数字を計算できる十分なデータを保有しているのは16カ国のみである事実にも触れたということですとなっております。はい、この WHO の300万人は多すぎんじゃないかとみんな言っておりますがね、WHO ってのは 今までもずっとね、多め多めの数字を出すところなんですよ。あで WHO は何かね錯覚しててね、パターナリズムっていうか自分が親父だと思ってるんですよ。親父つまりその世界の感染を増やさないのが自分たちの役目だと思ってるんですよ。だからね、多め多めに計算しなきゃいけないっていうふうにもう固く信じてるの昔から。だからその我々は専門家だし、そういったってなんかワクチン会社かどっか会社から金もらって逮捕されてるのもいるんだけどね、まあそれはいいとして。